山田もおたあす。永遠それは君が見た光、僕は今希望、なんかちょっと歌詞が違う気がする。星雲それは君が見た光、幸せの青い雲、星雲。はい、どうもハンニバルです。はい、本日は2019年10月19日、第3土曜日ね、毎月楽しみトミカの日になりましたので、トイザラスに行ってね、購入してきました。ですね、まず最初にね、大変申し訳ございませんでした。今月のね、カレンダーとか、ツイートした時にね、チームトランス、ホットイールのね、チームトランスポートと、ワイルドスピードね、オフロード、これもね、今日発売だってね、お伝えしてしまって、楽しみにね、して、私の動画見て、それで今日だと思ってた方ね、大変失礼いたしました。私勘違いしたのかね、ごめんなさい。当分ああいうのやめようかなと思います。ちょっとね、あまりね、間違ってばかりですよね、発売日ね。以前もね、セブンイレブンの、ビートルズ、あそことの時でしたかね、限定の、あの時はね、セブンイレブンの方に問い合わせして、メールいただいてね、通信販売だけだ、オムニセブン販売だけだってね、聞いたのでね、そのようにお伝えしたら、実はね、店舗でも発売されるとかね、そういうなんか発売とかそういうものに関しては、ちょっと今後ね、皆様にね、ご迷惑をおかけしてしまうかと思いますので、ちょっとね、やめようかと思ってます。はい、大変申し訳ございません。はい、すいません。ちょっとオープニングでこんな話するのもあれだったんですけどね。で、今日はですね、結局トミカと、あとマイストの、なんですかね、牽引された車が3種類ぐらいありましたね。一番私の目に入ったのはインパラのね、あれは1959年とか8年のインパラの羽がついてるやつね。羽がついてるインパラと、キャンピングカーみたいなのね、牽引したパックがね、税抜き1890円ぐらいだったから、だから税込みにすると2000円ぐらいになると思うんですけど、それがね、3種類ほどございましたね。悩んだんですけど、購入いたしませんでした。で、ホットイールのね、ベーシックカーの方も、ベーシックカーじゃない、10月12日から、キャンペーンで始まってるかと思います。ホットウィールのね、プレゼント、ホットウィールを3000以上買うと、トイザラスで3000以上買うと、ムスタングのね、SVO がもらえるというキャンペーンね、あれまだ多分残ってたんだと思うんです。ホットウィールのコーナー行ったら、まだその広告が出てましたので、んで、今日もね、やっぱり見たんですけど、どうしても買うものがなくてね、諦めて帰ってまいりました。はい。それで、今日はね、トミカだけ購入しました。まずね、買ったものを見ていきましょうかね。で、今日はそうですね、いつものように、10分前ぐらいに着いて、5分前ぐらいから並び始めました。並びとしては20人ぐらいいたかな？私20人目ぐらいかなと思うんですね。で、初回特別版、この辺のね、初回特別版がね、30何個入荷とか書いてあったので、余裕だなと思って、そんな慌てることなかったですけどね、皆さんのところはどうでしたか。で、一度ね、全部取ってからレジで買って、もう一回ね、どのぐらい残ってるかなと思って見に行ったら、結構ね、初回特別版、オロチじゃなくて、三岡自動車のロックスターと、フェラーリの F40、どちらもね、大量ではないですけど、10個ぐらい余ってましたかね。だから並びが少なかったかなと思いました。今日はいつものトミカの日よりも、学校かなんかあったのかな、なんかね、お子さんが少なかったような気がした。結構ね、お子さん連れの親子なんかもいるんですけどね、なんか今日は少なかった、いなかったことはいないってことはなかったですけど、そういう方が少なかったかなと思いましたね。はい、ごめんなさい、話が長くなっちゃいましたね。ではね、まず買ったものを一個一個ね、ちょっと紹介していきたいと思います。で、最後というかね、開封するときに視点を変えてね、見ていきたいと思います。まずね、トミカプレミアムのフォルクスワーゲンタイプ1、これを購入しましたよ。はい、これちょっと期待してるんですよね。ただね、これ、ギミックが多分ね、サスペンションだけだったかな。そうですね、サスペンションだけなので、ちょっと寂しいですよね。で、こちらのね、フェラーリの方もね、プレミアムなのに、こちらはね、サスペンションと、ドア開閉？リア開閉？エンジンフード開閉か。エンジンフード開閉って書いてますね、これね。エンジンフード開閉するみたいでね。なんで、フェラーリはエンジンフード開閉あって、こちらのビートルタイプ1はないのかなと、なんかちょっと差を感じるんですけど。なんかライセンス料もね、こっちの方がもう何十年も前の車ですのでね、安いような気がするんですけど、どうなんでしょうか。
コストはねもう全然こっちの方がかかってると思うんですけどね。まあ売れ行きが違うか。そうですね、私今喋ってて、そういえばねフェラーリより、だってこれ買ってる人あんまりいなかったですね。やっぱり結構残ってましたよはい、んでこれですね、初回特別版の三岡ロックスターですね。はい、これはね、私あの初回特別版しか買えませんでした。まあ特にねそんなに気に入ってる車種でもなかったので、でまあこれちょっと見ていただくと分かるんですけど、まあコルベットのね、あのなんかこう真似事みたいな感じがしちゃってね、ちょっと私的にはどうかなと。ただかっこいいとは思うんですけど、やっぱりオリジナリティを持ってね、デザインしてもらいたいわけですよ、車メーカーさんには。まあこれね、多分一台一台手作りですか、三岡さんは。で限定200台ぐらいの受注生産だ、受注というかまあ限定200台でね、もう去年の12月ぐらいから予約っていうんですかね、開始してもあっという間にね200台はもうね埋まったそうですけどもね。はい、で去年の12月で今年は12なんか50台納車するなんていうことも耳にしましたね。これが発売されると、でもかっこいいってはかっこいいんですけどね、まあちょっとオリジナリティがないので、オロチなんかねオリジナリティがあってよかったかなと思うんですけど、まあもともとそんなにね三岡フリークではないので、まあ1個だけまず買って、もしね気に入ったらブルーのね通常版のね購入したいかなと思いますので、早く開けたいんですよねちょっとねやっぱ手にするまでわからないですからね。楽しみだよね毎月ね楽しみじゃ、本当に楽しみじゃ。はい、やっぱりねホットウィールと違ってベールに包まれてますからね。ブリスターもねありますけどね、ブリスターなるべく見ないようにしてねこれ楽しみですからね、やっぱ箱から出す。まあ以前はね私ブリスター派だったんですけど、なんかね箱買いした時に、あやっぱり見えてないのをこうやって開けてみるのもいいなと思って、最近箱ばっかりしてますね。あとこの取っとくのにもいいなと思って、この検証ね、そういえば皆さん当たりましたか、スカイラインのねスーパーシルエットのメタリックバージョン、あれ私ね応募しなかったです。もうね私ズボラなので、ああいう極地とか集めて応募するのめんどくさくてダメなんですけども、いつもねそういう当選発表なんかね、みんなのツイートとか見てるとね、ああ応募すればよかったなと毎回思うんですけどね。なんですよね、私ああいうのね、かといってねプレネで買うのも嫌ですしね、なんなんでしょうねはい、失礼しました。はい、でフェラーリのねこちらが、ごめんなさい、先ほどこれ初回特別って言ってました、ごめんなさい、だとしたらね大変失礼しました。赤い方がこちらがプレミアムの普通のバージョンですね。はい、でブルーの方がこの赤い箱の方が初回特別版で、なんかね結構巷ではというかね、まあ SNS とかね、まあそういうのを見てると、フェラーリでブルーってないだろうなんてね、そういう何ですかね意見なんかもあるようですけど、私は結構ねどちらかというと実はね赤よりもブルーの方がねめっちゃ楽しみなんですよ。でテッサロッサなんかもね赤よりは私黄色の方が好きだったり、なんか赤のフェラーリってなんかありふれてて、あまりね嫌いじゃないですけどね、ただなんか純正色赤しかないみたいなようなことも聞いたこともあるんですけど、まあちょっとねごめんなさい、フェラーリあまり詳しくなくてね、ちょっとその知識がないのであれなんですけど、私は実はブルーのがちょっとね楽しみなんじゃがねどうだろうねはい、で最後になりましたね、こちらのスズキスペーシアギアってんですね。これちょっと私ねあまり馴染みがないんですけども、可愛いと思います。これスケールいくつだろう、57分の1ですね。でスケールが、スケールじゃなくてギミックの方は書いてないですね。ギミックこれサスペンションしか書いてないので、サスペンションしかないです。この手の車ちょっとね一昔前だったら後部ドアのね開閉とかも、まあ本当はねこの横のところがねスライドするとこれ楽しいんじゃないかなと思うんですけど、ないみたいですね。残念。はい、ってことで今日はこのちょっとね並べさせてください。はいはい、5個買いましたね。はい、5個買いました。はい。でですね、今日はですね、なんだっけ、トイザラスのね、メルマガ限定の、会員の方ね、限定で、ファミリー割引とかって言ったかな、15% 割引だったので、結構お得でしたね。トミカプレミアムが、まあ、769円で、普通の、トミカが399円なので、まあ、合計でね3105円だったところを割引が 15% で466円割引なので、トミカ1台分割引ぐらいですよね。
で2637円で購入できました。うわ結構お得ですよね。そうなんです。だからねマイストロもねちょっと迷ったんですけど、まあいいかと思ってね。はい、話がまた長くなってますね。でね今日ねちょっとねトイザラスの袋にね今日なんで入ってないかっていうと、レジのとこでねまあだいたいお姉様ね、結構お年を召したお姉様がね、うん、いつもレジにいるんですけども、袋ご一緒でいいですかって言われて、これコンビニのセブンイレブンの袋なんですけど、あ、はいって言ったらね、ここにこうやって私こうやっていつもこれ、携帯、スマホと財布と、あと Wi-Fi のね、端末をね、3つ入れて、まあバッグ代わりにね、いつもこうやって持ち歩ってるんですけど、これご一緒でいいですかって言われて、それはないんじゃないかなと思ったんですけど、あ、はいって言ったらね、全然入れてくれなくて、そのままここに放置さ、レジ前に放置されて、私が入れるんですね、みたいな。こうやってなんか嫌でしたね。初めてですね。まあ結構ね、私店員さんに舐められるタイプですからね。まあ舐められてるっていうか、まあ、そんなにね、何ですかね、いつもニコニコしてるので、かもしれないですね。まあ、どうでもよかったですね。大変失礼しました。じゃあ、開封の方はね、手元の動画で、撮影していきますので、チェンジ。はい、視点を変えました。どうも、ハンニバルだよ。じゃあね、もう早速ね、ちょっとね、初回、これ、F40 トミカプレミアム発売記念書31番。なんかね、今までね、トミカプレミアムは30番までだったんですけど、増やすみたいでね、31番、32番とね、増えていくみたいですよ。これちょっと朗報ですよね。嬉しいですよね。欲しくてね、手に入らなかったものなんかこう結構プレミアムって高いので、そのうち買おうと思ったらね、廃盤になっちゃったとかね、そういうのが、なくなるのはいいことだと思うのでね、はい。いいですよね。はい。過去はこんな感じで、なんかね、ちょっとね、いいですね。で、ここにね、ギミックとか書いてあって、スケールが62分の1で、サスペンションとエンジンフード開閉。で、フェラーリのね、オフィシャルプロダクトがここに貼ってあります。かっこいいねー。はい。はい。はい。あ、ここにもフェラーリのマークある。わー、いいっすね。わー、かっこいいなー。ちょっと楽しみー。はい、早速ね、じゃあ、フロント、潜んでるマニアのフェチの方、大変お待たせしました。はい。両方開けといて、まずね、まあ、潜んでるマニアね、の方いるかと思いますので、毎回やってるんですけど、まあ、潜んでるマニアというのはね、魚がこう、岩場なんかに潜んでるのって姿見るの楽しいでしょ？熱帯魚とか。あと、映像なんかもね、魚がこう、岩場に潜んでね、ひっそりしてるの見るの私好きなので、まあ、そういうのをね、ちょっとね、このトミカでもね、感じるので、見ていきたいと思います。はい、トミカはね、この箱の絵の方向にちゃんとね、入ってますので、どうぞね、楽しみにしてください。じゃあね、フロントヘチの皆様、大変お待たせしました。じゃん、じゃん、おー、かっこいい。おー、かっこいい、潜んでるね、今回もね。はい、お預け。ワンちゃんいたよ。はい、じゃあ今度ね、リアヘチの方、大変お待たせしました。リアからね、見るとどうなってるのかなって話です。もうかっこいいね。あ、なんかちょっとこれ、はみ出しチャンピオンになってますね、これ。あ、私もはみ出しチャンピオン使っちゃってごめんなさい。はみ出しチャンピオンって言っちゃった。はい。わー、かっこいいっすね。うわー、いいっすね、これ。すごくいい感じで、これが入ってたね。あ、今回の福袋はこちら側に折ってあって、これなんか、あれですね、ちょっと雑ですね、今回のここ折れてたし。いつもこっち側ですよね。なんか雑な人がやったな、これ。はい。もうベテランの人がやったのかな。ベテランは間違いないか。はい。じゃあね、早速取り出してみましょう。あー、落としちゃったいつものことです。ごめんなさい。皆さん、若い方はね、わからないかと思いますが、年を取るとね、手のね、油分が少なくなって、サラサラなんですよ、私、これ、手が。若い頃はそんなことなかったんですけど、なのでね、よく物を落とすんですよね。だから、スーパーのね、袋なんか、なかなか開けられないんですよ。もうサラサラしちゃって。はい、年取るとこんなになっちゃうんですよ。じゃあね、ちょっとシャーをね、やらさせていただきます。うわ、楽しみじゃん。シャー。お、メタリックなんですか。メタリックとはちょっと思わなかったので、ちょっと感動しております。かっこいい。ほうほう。十分ですね、これね。うわ、かっこいいなぁ。あ、かっ
低いシートがまた成形色じゃないんですね、これね。はい。多分別パーツじゃないですね。これ塗装が施されてる、室内になってますね。で、メーター黄色いとかね、その他の部分はシート以外とかね、ブラックで塗装されてる感じですね。フェラーリのマークちゃんとありますね。ちょっとね、精度をね、ルーペで見てみましょうか。トミカのね、マークのね、精度はね、もういいですからね。うわ、かっこいいな。ですか。おお、なんか本当に上手になってきましたよね、映すのもね。はい、すいません、自己満です。はい、いいっすねー。うわー、かっこいい、本当かっこいい。あー、やっぱ私ね、これ本当に楽しみだったんですよ。実は赤より楽しみだった。冒頭でもねお伝えしたと思うんですけど、ね、で絵なんか見るとね、全然メタリックっぽくなかったので、普通のソリッドのね、まあ、紺色っぽい色かなと思ったらね、メタリック塗装でしたよ。これは初回限定版のプレミア感がありますね。はい。じゃあちゃんとね、細かく見てまいりましょう。フロントからまず見ますと、フロントのね、ライトのところはクリアレンズになっててね、なんかね、このクリアレンズの下の部分がね、ちゃんとライトの造形みたいにね、なんかちょっと作られてますね、これね。ただ貼ってあるっていうかね、かぶせてあるだけじゃなくて、この下の部分にね、ブラックのまあパーツになってるんですけど、ライトのね、造形になってますね。すごい、細かい。これで、800円はすごい満足度高いんじゃないでしょうか。で、グリルのところね、見ますとブラックの塗装になってて、この一周ね、モールのところがね、これもブラックの塗装になってますね。まあ、墨入れされたかのようなね、感じになってるかと思います。はい。で、この辺のね、両脇のダクトのところもブラックで塗られてます。これはツヤ消しになってますね。さすがわかってるね。この辺をツヤ消しにすると、やっぱセンスがあるなって気がしますよね。はい。ここをツヤありにしちゃうとね、ちょっと台無しですからね。はい。ああ、すごい。で、ウインカーがこんなちっちゃいところ塗られ、ここ汚れじゃないよね。ウインカーがね、ちゃんとね、塗られて、ここにもフェラーリのマークがありますね。はい。はい。結構精度がいいんじゃないでしょうか。はい。ホイールも見ちゃおうかな。わあ、ホイールもいいっすね。ホイールはね、前輪の方はそんなにリムがね、深くないんですけど、後輪の方はね、深リムになってね、とてもいいホイールになってますね。はい。で、ここは何だろう、これは。これは何なんでしょうかね。このシルバーの部分は。これ何なんだろう。特に何もないので、まあ何でしょう、わかんねえ。で、この F40 はこのドアのところかっこいいっすよね。このドアノブのところのデザインとかと、この辺のね、三角の部分が。これ F40 私好きなんですよ。フェラーリの中で、まあ一番は多分テスタロッサが好きなんですけど、二番目に F40 が好きです。名前も好きです。なんか、F40 って言いたいみたいな。フェラーリ F40 って言いたいみたいなね。はい、失礼しました。今日も長丁場になるよ。いいもの手にするとね、やっぱり、ね、ベラベラ喋りますからね、山田はね。はい、途中でね、お休みになられる方もたくさんいらっしゃるかと思います。私もね、自分の動画を、確認してる最中に寝てしまいますね。はい、じゃあね、ちょっとリアの方見てまいりましょうね。リアは、すごい細かくテールランプがね、塗られてますね。赤い方のね、ブレーキランプの方は一色ですけど、こちらのね、ウインカーの部分は、中がね、シルバーで塗られていて、周りがオレンジになってますね。で、やっぱりね、この、なんですか、このグリルじゃなくて、メッシュのところはね、ブラックの、ツヤ消しになってて、とてもいいですね。ここにフェラーリのマークがありますね。はい。フェラーリのマークが、すごい綺麗に印刷されてますね。で、マフラーもね、マフラーも塗られてるのかな、これ。すごい。マフラーのね、穴をね、ブラックで塗ってあって、まあ、マフラーもこれ、塗装されてあるんですけど、その内側にもブラック、これすごいな。これはちょっと今回のは気合入ってる感じしますよね。さすが。一周でぐるっとね、先ほどもお伝えしましたけど、モールがね、入っててね、うわ、かっこいいな、これ。で、大変お待たせしました。リアがね、エンジンフードがね、開閉しますのでね、ブラックの部分とシルバーの部分があってね、この辺もね、シルバーになっててとてもいいですね。いやー、満足度高いなー。いやー、満足度高い。これ、ちょっと、素晴らしいっすね。ほんと素晴らしい。はい。内装をよく見ると、ちゃんとね、なっててね、ここがね、クリアの、ちゃんとね、クリアなので、いいですね。中がね、こうやって外から覗けたりしてね、ここ、下手切りスモークにするとなかなか見えなくてね、つまんなかったりしますから、これ、ほんとにいいな。ほんと今回のはいいな。
かっこいいですしね、まあ、好きな写真だから余計そう思うのかもしれないですね。いやー参っちゃうなうわーかっけーはい、じゃあねちょっと赤い本を見ましょうね。はい、はい、こちらね、ナンバー31番、これが通常版になりますね。トミカプレミアム F40、 うわ、なんかシンプルみたいなね、メモもわかりますね。はいはい、あーかっこいいなー、あーかっこいいっすね。はい、じゃあちょっとね、カッターを入れていきましょう。いやー楽しみだな、赤もね。やっぱフェラーリと言ったら赤なんでしょうけどね。まあ私はほんと今回ね、冒頭にもお伝えした通りね、このブルーの方がめちゃくちゃね、楽しみだったんですけど、開けてびっくりメタリックだったのでね、さらに楽しいですね。はい、じゃあちょっと色入っちゃいましょうね。絵も見たいでしょうからね、皆様ね。じゃんじゃじゃーん、パッパッパーン、おーかっこいい。これは脇に書いてあるのと一緒かな。うん、ただなんかこう縮尺があれなのかな、ちょっとずんぐりになってる感じがしますけどね。どうなんだろう、違うかな、前のね。うわーいいっすね、あ早く開けたいじゃあね、潜んでる間に嫌なこと大変お待たせしました。フロントからまず見てまいりましょう。じゃじゃん、お、ちょっと斜めに入ってるな、こんな感じで潜んでましたね。うわーいいっすね。はい、今度リアね、リアフェッチの方大変お待たせしました。じゃん、これがね、うざいっていう方も出てきそうですね。なんかね、もうさっさと出せよって山田さっさと出しなさいよみたいなねはい、あ、プレミアムはこっちなの？それともこっちに変えたのかな？あれ？はい、このように潜んでましいた。斜めにね、今回の潜んでましいた。はい、じゃあね、取り出してまいりましょう。神々しいじょ、神々しいじょ。すごいじょ。かっこいいんだじょ。誰ですか？うわ、この赤がまたいい赤ですね、これね。ちょっとね、濃いめの赤っていうんですかね。はい、シャアやらせてやってね。シャアはパクってます、これ人のね。まあ、トミカ好きな方なら結構拝見してるんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、YouTube のね、チャンネル、なんだっけ、レッツゴートイズさんね、レッツゴートイズっていう、さんのチャンネルがあるんですけど、そこでね、シャーってやるのがね、私好きで、それを真似真似させていただいております。シャーおー、はい、見てまいりましょう。いらないとはこれのことでしょうか。あーやっぱり赤かなフェラーリのイメージはやっぱこれですよね。うーん、シートはね、初回版と一緒のようにね、赤でね塗られてますね。はい、あで、ロールバーみたいな、あ違う、ロールバーじゃないのか、これは後ろのね、エンジンフードの開閉のあれがヒンジでしたね。はい、失礼しました。はい、ホイールなどはね一緒の形状になってるかと思います。はい、フロントもね、まあ塗装がね、グリルのとこと、ダクトがね、ブラック、マットブラックで塗られてまして、この周りのこのモールのところはね、これツヤありのブラックになってますね。すごいね、塗り分けされてんだ。で、初回版の方でもねお伝えした通り、ただのね、クリアレンズになってるわけではなくて、ちゃんとね、下にね、ライトの造形がなされた上に、クリアパーツになってるので、とてもね、満足のいく一台かなと思います。これ800円ですよ、これ。これはちょっと他のいらないね、F40 は。他の会社のいらないかも。まあ、京商さんとかも欲しいですけどね、まあ、なんかこれで満足いきますね、十分。わー、かっこいいなー。で、ここにフェラーリのマークがね、神々しくついてて、まあ、左右にもね、あります。この辺のなんか炭の入り方がいいですね。炭というか、これはモールになるのかな。ちょっとね、ブルーの時には気がつかなかったですけど、あ、ちゃんとここも入ってるんですね。この縦の部分ね、これ。こういう風に。はい。ここの形がかっこいいんだよなぁ、F40。このドアノブのとこね。かっこいい。はい、かっこいいね。で、サイドミュートこんな感じですね。ホイールはね、先ほどもお伝えしたように、あ、裏見てなかったね、それはね。はい、裏ちょっと見ておきましょう。トミカ、トミー S スケールイコール62分の1、2018年の方々になってるんですね。プロダクトアンダーライセンスドブフェラーリ SPA&MCG って書いてありますね。はい、F40 メイドインベトナムとなっておりますね。まあ、この辺のね、メカの造形はされてますね。はい、このシャーシじゃない、このなんていうの、このハンドルのね、舵を切る装置が、再現されてますね。でタイヤね、前後ちょっとね太さが違いますね。フロントの方が細くて、リアの方が太いですね。このぐらいの太さなら、あ、でももうちょっと太い方がいいかな。フェラーリだったらね。
まあでもね、このね、前後違うくしてくれてるのとてもいいですね。ディアブロなんかもとても良かったですよね。ディアブロのタイヤなんかね。トミカプレミアムの、はい。ああ、いいですね。ミラーの造形ありますね。バックミラーのね。ワイパーの造形はないのかな？ないみたいですね。で、この辺がね、なんていうんでしょうかね、ダクトみたいになってて、うわ、エンジン覗かせてるんじゃあ、早速開けてみましょうか。はい。まあ、リアもね、初回版と同じようにね、細かく色分けされてますね。はい、フェラーリの文字があって、このマフラーのとこがちょっと感動的でしたね。排気口の穴までこうやってね、ちゃんと再現されてて、その周りもブラックで塗られてるというね、とてもいい出来になってますよね。うん。で、リアウィングの方もね、ちゃんとね、抜かれてるやつですからね。まあ、ここはちょっと F40 の、まあ、ちょっと分厚いかな？ちょっと実写よりは分厚い気がしますけど、まあいいでしょう。はい、開けてまいります。うわー、エンジン。うなるエンジンって感じでね。ファンファン、ファンファンって感じかな。ファンファン、ファンファン、ファンファン、ファンファン。うるさいんじゃ。うるさいんじゃ。すいません、テンション上がっちゃって。かっこいいね。じゃあね、最後にはね、視点をね、下げて、ご覧いただきますので、ちょっとね、軽く見ていきましょう。はい。あー、もうこんな時間か。ちょっと、どうしよう。結構時間経っちゃったね。まあ、やっちゃおうか。もうね。はい。こちら、フォルクスワーゲンタイプ1、32番、フォルクスワーゲンタイプ1。これね、どんどん増えていくのはいいですね。30番までだったのに、今度もう32番まで来ましたよ。で、このフォルクスワーゲン、ここにね、バンパーもまあ、小型のバンパーですし、ここにね、オーバルって言うんでしたかね。これ、なんて言うんでしたっけ？ここの空気取り込み口みたいなのもあってね、ダクトかな？うん。で、ライトがちっちゃめのね、初期のね、フォルクスワーゲンになってますね、これね。ホイールカバーになってますね。はい。ギミックが、アスケールが58分の1で、ギミックがサスペンションのみですね。フォルクスワーゲンのね、ライセンスのシールが貼ってあります。あ、これはいいですよ。このテールランプもね、後期の方はね、大きいんですけど、これ小型になってるやつなので、これが好きです、私。小型のが。どっちが皆さん好きですか？大型のあるじゃないですか。で、ライトもね、ちょっとね、大きくてね、タイプもあるんですけどね。今回のこの、トミカプレミアムのフォルクスワーゲンタイプ1は、前期のね、前期後期っていうのがちょっと存じ上げてないですが、まあ、最初の頃のね、タイプ1になりますね。はい。まーす。はい。かわいい。かわいいね。はい。じゃあ、開けてまいりましょう。はい。じゃんじゃじゃーん。じゃ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 ーん。いいねー。ほんとね、これあんま人気なかったみたいでね、あんまり誰も手に取ってなかったんですけど。かわいそうにね。こういうのこそね、人気ないやつこそちょっと力入れてね、人気出させてほしい。まあ今、フォルクスワーゲンのこのタイプ1っていうかビートル？ビートルはもう生産終了になっちゃいましたよね。ニュービートルが。はい。まあこれはもう特にもう生産終了になってますけど、ニュービートルの方がね、今年でしたかね。でも生産終了になっちゃったかと思います。はい。なのでね、もう貴重価値が上がるんじゃないですか。うわー、かっけー。わー、かっこいいわ。おー。いいっすね。はい、お預け。はい、失礼しました。じゃあ、こっち向けますね。ポカ。ワンちゃんいたよ。おー、潜んでるマリアの方。大変お待たせしました。かわいい。あ、ライトかわいいかも。あ、このライトは以上。じゃあね、開けてまいりましょう。じゃん。わー。あ、すごい。重厚感がある。いいっすね。はい、じゃあ、シャアやるよ。はい。あ、タイヤ細くていいですね。このビートルね、このぐらいのタイヤの太さですからね。細いんじゃビートルの、あ、ホイールキャップ、絵では、特にワーゲンのマークないかなと思ったんですけど、これワーゲンのマークありですね、これ。ワーゲンのマークじゃないのかな。え？なんかルーペで見た方が見えないな。ワーゲンのマークですよね、これね。そうっすね。まあ、鉄筋ホイールに、パカってね、はめる方式の、ホイールキャップ式のね、ホイールになってますけども、ちゃんとね、フォルクスワーゲンのね、マークがあって、まあ、純正のホイールだよっていうのを物語ってますね。で、中心部はね、シルバーなんですけども、ホワイトのね、塗られてますね。はい。いいですね。ビートルはね、タイヤ細い方が似合いそう。似合うかも。うん。で、二重構造になってますね、これね。ちょっと、裏にね、白いパーツがあるので、パカってこう、はめる方式のやつですね。で、このシルバーの部分が塗装になってるかと思います。はい。ちょっとフロントまず見ましょうかね。あら、いいっすね。これ、ライトが。うわ、これほら。球状になってるっていうんですかね。円形状になってるっていうんですかね。立体感があってね。うわ、かわいい。で、
あー、ちょっとあれでしたね。残念なのは、先ほどね、あの、絵の方でね、これお伝えした、ここの部分。ここの、あの空気取り込み口みたいなね、二つの穴のところね。これね、造形はあるんですけど、シルバーでね、ちょっと塗られてなかったですね。ここちょっと塗ってくれるだけでね、もう相当違うんですけどね、ここのライトの内側のこの下のところですね。ちょっとぼやけちゃってるね。ちょっとシルバーで塗られてないですね。はい。で、ここのね、ノブのところ、ここね、パカってここを押して開けるんですよね、これね。で、ここにモールがあって、あ、ここにフォルクスワーゲンのね、リーラーロゴがありましたね。わーんで、ここのね、ウインカーのところもちゃんとシルバーでね、メッキパーツになってましてね、いいですね。で、バンパーが、そんなにね、光沢のある、メッキのね、バンパーではなくて、アルミのバンパーみたいな感じに見えますね。うん。また似合ってると思います。あんまりピカピカしてるのもね。まあ、これノーマル形状なので、カスタムされてるのはね、この辺がメッキになってますけどね、これは当時のちょっと再現してるのかなと思います。スチールっていうんですかね。はい。いいです。まあ、当時のもこれメッキだったのかな。ちょっとここメッキパーツじゃなくて、でも私全然好きですね、この感じが。はい。うわ、よくできてるわ。このライトの形が可愛い。で、あー、ちゃんとですね、この枠の部分がシルバーで塗られてる感じですね、これね。ちょっとわかりづらいですけども。多分色塗られてますよね、これね。いいっすね。立体で。わ、可愛い。でね、これもやっぱりフェラーリと同じようにね、やっぱリアのフードこれ開閉して、今もうないですから、この、リアエンジンのね、ビートルなんてないので、ちょっとね、後世にもね、伝えるためにここをちょっと開くようにしてエンジンなんか忍ばしてくれたら最高なんじゃないかなと思うんですけどね。だってフェラーリでこうやってできるんだから、ビートルでもやってほしいですよね。ね。いいねあーで最後、まあ、見てまいりましょうね。こういうボールがシルバーで塗られていて、ドアの部分も塗られてますね。はい。で、ここのステップのところがブラックになってますね。これは、これは、シャーシの成形でサイドステップのところがなされていて、シルバーのね、塗装がされてるというね、細かいですね。うわ、かっこいい。この辺のかっこいいよ。再現度がいい。で、この辺のね、ドアのね、溝なんかもね、深くてね、とてもこれ素晴らしいですね。はい。いいですね。うわ、この辺の丸みとかね。で、ここのね、ピラーのところはシルバーで塗られてますね。一箇所だけ。ピラーのとこだけ。うわー、かわいいね。で、ガラスの方はクリアーになってて、かっけーっすね。まあ、そうですね。ビートルの内装ってこんな感じでね、ヘッドレストがね、なかったりしますよね。はい。これ後期になると確かにヘッドレストがついて、ちょっとかっこ悪くなるんですけど、この前期の方はね、前期というか前半のピートルはね、かっこいいんですよ、シートの形状も。で、リアをね、まあ見ていきますと、あ、ここのね、テールランプがね、クリアパーツになってます。これクリアパーツの上にこれ黄色い塗装されてるから、ちょっとここ赤く見えちゃってますけどね。いや、全然いいっすね。おー、で、この辺のね、造形もあって、すごくいいですね。ここもね、まあ、年式によってね、ここがオーバルタイプに、この、セパレートになってるタイプとかがあってね、そっちの方がかっこいいんですけどね。だからこれもね、もっとね、実はね、テールランプがちっちゃいのもありますよね、年式によって。で、このフロントの方もね、あとここがね、のっぺらのものもありますよね、こういうラインがなくて。確か。当時というかね、若い頃私大好きだったんですよ、ビートル関係。でもまあ、乗ってたのはタイプ3ってやつなんですけどね。まあ、とにかくね、このワーゲンは好きでしたね。このビートルもそうですし、タイプ2もそうですし、で、買ったのがタイプ3。私、免許取ってね、一番初めに乗った車がフォルクスワーゲンのタイプ3だったんですけど。まあ、親に散々文句言われまして、なんでこんな車買うんだと。バタ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 みたいなね。エンジンね、水平対向エンジンってやつですよね。はい。懐かしいなはい、シャーシがこんな風になってますね。はい、トミカ、トミー、フォルクスワーゲンタイプ1、メイドインベトナムですね。はい、かっこいいね。好き。ビートルは好き。だからね、もう今でもね、好きですね、やっぱりね。ニュービートルがだから、販売、生産中止になったのはちょっと寂しかったですね。はい。はい、じゃあね、どんどん参りましょう。じゃあ今度は三岡。こちらロックスター初回特別版しか今回買えませんでした。で、これがね、気に入ったら、まあ通常版はいつでも買えるかと思うので、買おうかなと思います。はい。まあ、これはね、冒頭にもお伝えしたように、まあ、限定生産というかね、まあ、手作りですかね、三岡はね。はい。まあ、シャーシの方は、プラットフォームはね、他の車と共通らしいんですけどね。オロツなんかはあれはもう独自のね、フレームを採用して作られたみたいですけど、このロックスターはね、なんだったかな、なんか、結構小型の車のものと一緒だったのかな。はい。
ちょっとね、調べたんですけど忘れちゃった。なんかユーノスじゃない、ロードスターだったかな、松野の。なんかそういうのと一緒、なんか結構ちっちゃめのね、車と同じ車種なので、これすごいね、スタイリングは、60年代かな ?60 年代のアメ車のね、コルベット、スティングレーっぽい形してるんですけど、多分それは真似たんじゃないかな、と思ってね。どうなんでしょうね、はい。まあ、三つ岡ロックスターって聞かなきゃね、めっちゃかっこいい車だなと思うんですけど、ちょっと三つ岡ロックスターって聞くとね、あれ何これ、コルベットのパクリなのかなと思って、ちょっと嫌ですよね。ごめんなさい、文句言っちゃいました。大変失礼しました。じゃあね、リアの積んでるやつのマニアの方ね、大変お待ちしました。あ、かっこいいっすね。結構やっぱかっこいいわ。やっぱコルベットに似てるだけあってかっこいい。はい、おまずきあー、かっこいいっすね。うわー、なんかかっこいいな、やっぱり。あ、コルベットスティングレーだわ、これ。あららららら、こんな感じです。わー、かっこいいっすね。かっこいい。あ、ごめんなさい。箱でよくお見せしなかった。まあ、いっか。ギミックの方はね、サスペンションとソフトトップ脱着ってありますね。なので、オープンカーにもできるってことですよね。これはちょっといいギミックですよね。はい、じゃあ、チャーですね。皆さんね、一気にね、ヤマダの、動画見ようとすると眠くなりますので、ちょっとね、小分けに見ていただくとありがたいんですけどね。で、ドアが開閉？あ、ギミックなかったか。サスペンションだけか。サスペンションと、ここのハードトップのとこが、ハードトップって何て言うんですか？単発トップっていうの？ソフトトップか。が脱着されるようですね。はい。なんかちょっとね、もうちょっと、まあまあ、そうしょうがないか。はい。形的には、そうですね、コルベット、ですね、コルベットですね、はい、コルベットちっちゃくしましたみたいなことですかね。まあちょっとね、まあこれトミカのワイドタイヤになってますけど、この辺がやっぱトミカ、まあしょうがないか、これ言っちゃったらトミカ買えないね。まあ毎回お伝えしちゃいますけど、ここのね、タイヤハウスの とタイヤの大きさがね、ちょっとへんてこなバランスなのでね、ちょっとね、不格好には見えますけど、まあしょうがないです。これはね、これ言っちゃったらもうトミカ買えませんね。で、ボディ色としてはレッドの、まあ、ちょっと、レッドっていうよりも、なんていうんですかね、濃いレッドですから、なんていうんですか、出てこない。出てこない。くれない色？くれない色っていうの。そんな感じですよね。はい。真っ赤っていう感じでもないですね。ちょっと黒っぽい赤みたいなね。はい。血液っぽい赤。すいません、例えが。例えが、怖くてすいません。血液の赤みたいな。いや、確かにね、形はめっちゃくちゃかっこいいと思います。これが三岡オリジナルデザインだったら、まあオリジナルデザインなんでしょうけど、まあどう見てもね、コルベット、60年代のコルベットのね、まあ、なんですかね、リバイバルみたいな感じに、まあちょっと小ぶりに作ったみたいな感じがしてね、ちょっと私的にはあんまり好きじゃないです。三岡のお車って、ごめんなさいね、三岡大好きな人いたら、気分悪くされるかもしれないんですけども、私としてはですね、三岡ってやっぱり、例えば普通の、なんですか、レトロカーみたいなのもあるじゃないですか。ああいうのもなんか昔のものを、真似して作ったって言ったら、ちょっと言葉悪くなっちゃうんですけど、まあね、昔の車を、に似せて作ったっていうのかな。うん。そういう部分が好きじゃないですよね。オリジナルのデザインで出してほしいですよね。三岡の。はい。まあもちろんね、参考にするのはいいと思うんですけど、ここまでね、似せて作っちゃうと、ちょっとオリジナリティがなくなっちゃって、ちょっと残念かなと思いますね。これが確か400、まあ、500万弱ぐらいで販売されたみたいですね。はい。だから結構お高い車にはなりますよね。まあ一台一台手作りらしいですからね。まあ今回のこれは、シャーシは同じね、流用何かの車のね、確かロードスターだったかなと思うんですけどね。はい。マツダロードスターと同じプラットフォームだったなと思うんですけどね、シャージだったと思うんですけどね、ボディは手作りなのかな、はい、フロント見てまいりましょうね、はい、ここにね、三岡のマークがあるのかな、三岡のマークってどんなのだったかな、あ、こんな感じですか、ちょっと記憶になかったですね、はい、で、これはライトはどういうことなのかな、これライトっていうライトがないんですよね、これリトラクタブルヘッドライトでもないような、これどんな感じなんでしょうか、これ開く感じないですよね。ここ多分、これダクトですよね。これが開くわけじゃないと思うんでね。このちっちゃいのがライトなのかな、これが。まあ今は光が強いんでちっちゃくても大丈夫なんですかね。で、この辺のね、バンパーの造形とか、あ、かっこいいんですよね。確かにかっこいいんですよ。
あーで、シャーシ、あ、シャーシの色がなんですかこれ。すごくいい色してますね。プラスチックなんですね。なんかすごいいい色してるのこれ。これ成型色ですよね。なんかメタリックっぽいですよ。なんでしょう、鉄っぽいですよね。でもプラスチックですからねこれね。はい、60分の1ですね、スケールがね。ナンバー103、三つ岡ロックスター、メイドインベトナム。タイヤがフットガイドタイヤになってるのでね、とてもいいですね。このぐらいのサイズだったらね、めっちゃほら、映えますよね。はい。で、サイドを見てまいりますと、まあ、この辺のね、流線がね、もう本当にコルベットまんまですね。はい。で、ここがね、シャーシに塗られてますね、塗装でシルバーで。で、ここにダクトがあるんですね。もし、塗装されております。で、リアを見てまいりますと、あ、テールランプは赤で塗られていて、バンパーもね、フロントと一緒でシルバーで塗られてますね。はい。わ、現代にでもこんな車作るんだ。すごいっすね。その辺のバイタリティはすごいっすよね。まあ、好きな方にはもう好きでしょうね。他と被らないね。まあ、時代にそぐってないですからね。はい。で、上から見るとこんな風になってて、なんかこれ飽きそうなほどにね、造形がいいですね。この辺の彫りが深くて、すごいいい造形してると思います。で、このね、窓枠とかホワイトで塗られてるのかな、でも、これプラパーツか。多分ね、ガラスのクリアパーツにね、ホワイトで塗ってるんだと思います。で、バックミラーの造形はありますけど、ワイパーの造形は、まあ、実写ここに隠れてるのかもしれないですね。ちょっと深いのでね。はい。かっこいいっすよね。かっこいいんですよ。ここが給油、あ、違うんですね。ここが給油口なので、これはただの飾りみたいなことですかね。はい。ここになんか書いてある。ここにロックスターって書いてあるのかな、これ。そうですね、ロックスターって多分書いてありますね。わあ、これ造形がいいっすよね。これ彫りが深い。金型が新しいからね、こんなに彫りが深いのかな。まだやれてないっていうか感じで、いいっすね。まあ1台でいいかな。これブルー、通常は確かブルーでしたよね。ブルーはあれメタリックなのかな、どうなんでしょう。で、ここのソフトトップがね、取れる。あ、結構ね、すんなり取れます。あ、またこの形もいいですね。これかっこいいだよな。あ、結構かっこいいっすね。これ小型で、あ、なんか私今散々なんかね、ちょっと文句言っちゃいましたけど、なんか乗ってみたい気はしましたね。これが小型なんですよね、結構ね。ロードスターのシャーシと一緒っていうことは、となるとなんかかわいいね。まだちょっと街では見かけたことないかなと思うんですけどね。あ、この辺の日よけっていうんでしたっけ、サンバイザーかな、サンバイザーなんか造形されてますね、これね。ここで止まってんのかな。あ、そうかもしれない。これどういう風に止まってんだろう。あ、差し込みになってるんだ。ここのね、ここの受けのところが穴開いてて、このね、ここの部分の差し込みになってるので、結構ね、すんなり取れたんですね。なんですかね、爪みたいになってるわけじゃないのでね。はい、あ、爪が見えちゃってんだ、これ。はい、こんな感じになってました。あ、いいっすね、この、トランクなのかな、トランクの造形がいいっすね、これね。はい。はい。じゃあ次、わー、すごい時間ね。ほんとね、一回で見ようとしないでください。まあ、一回でね、見られる方がね、見ていただけたら、それはめっちゃくちゃありがたいんですけど、はい。トミカな、ニュー19番、第3土曜日は、トミカの日75番、鈴木スペーシアギア。鈴木スペーシアギア、スケール57分の1。かわいいですよね、これね。ちょっと楽しみ。サスペンション機能となっております。箱はこういう風になった。これワンちゃん今ね、顔認証しようと頑張ってますね、スマホが。スマホで撮影してます。はい、トミカ75、鈴木スペーシアギア。はい。はい、じゃあ開けてまいりましょうね。これ残念。ギミック欲しかったですね。この手の、この辺ほら、見ると、ほら、こうやってパカッ、スライドドアっていうんですかね、これね、なってるんで、ここ開いたらね、めっちゃ嬉しかったですね。まあ、ここじゃなくても、後ろのね、トランクルームとか開くの、開いてくれると最高ですね。リアハッチのとこね。昔のね、ほとんど開いたんですけどね。なのでね、ちょっとリサテン行くとね、リサイクルショップ行くと、こういうもの買っちゃうんですよね。ギミックついてるの。はい。じゃあね、リアから見ていきましょうかね。じゃんじゃん。おー、いいっすね。あ、結構いいぞ、これ。ちょっと期待できるね。はい、じゃあ、フロントフェチの方ね、大変お待たせしました。あ、ぎっしり詰まってる。鈴木の K って感じだね。はい、開けてまいりましょう。ちゃっちゃっちゃ。おー、あ、すごいなんか、軽自動車なのに結構ずっしりきました。はい、じゃあ、シャアを選ばせていただきます。
いやさすがベーシックはよく回るわ。わあ、かわいい車、かわいい車。鈴木はね、なんかあの最近すごい独創的なねデザインでね頑張ってますよね。あのジムニーならね、もうとてもねあの良かったですよね。はい、フロントまず見ましょうかね。フロントの、これは塗装ですね。でもシルバーの塗装でね、あのちょっと一瞬ねクリアパーツに見えるぐらいのね、感じなのでとてもいいと思います。で鈴木のマークとかね、すごくいい感じでね再現されてますね、これね。ほら、綺麗に再現されてる。うわー、かわいい。なんて言うんでしょうね。なんか、なんて言うんだろうな。まあ、街乗りなんだけど、ちょっとこう、オフロードっぽさもあるみたいな。オフロードっぽさっていうか、あの、まあ、例えるなら、あの、ホンダシティの元コンポとか、なんかバイクでもこういうのあります。まあ、元コンポバイクで、他のバイクでも、なんて言うんだろうな。なんかこう、言葉がごめんなさい。ボキャが少なくてね、お伝えしたいことが言えない。なんかオフロードではないんだけど、まあそういう、まあ G-SHOCK 的 ?G-SHOCK 的っていうのかな。なんかそんな感じしないです?この車。わかるか、わかんないか。なんか G-SHOCK っぽいバイクとかってあるじゃないですか。なんかオフロードでもない、けど街乗りの、まあスポーツカーでもなく、セダン車みたいなラグジュアリーでもないみたいな、この G-SHOCK 感っていうのかな。伝わり伝わんないか。まあ、あの、わかる人はわかってください。はい、この辺はこれ成形色だと思われますね。あの、内装からの成形なのか、別パーツなのかちょっとわかんないですけど、まあ、ホットビルとかだったらね、内装からの延長なんですけど、トミカ結構こういうところ、この前のね、ジムニーなんかも別パーツだったので、これも別パーツじゃないかなと思われますね。はい。で、この下のとこは、シャーシのね、このメタリックのね、わー、これ綺麗ですね。メタリックのブラック、ダークグレーですね。の造形で、ここも作られてますね。かわいい。私、これかわいい。これね、ミニカーをね、今日一番早かったんじゃないですかね。ミニカー紹介してる方いるんですけど、クマピクマさんかな?あの、名前がね、めちゃくちゃいつもね、覚えづらくてね。クマピクマさんだと思うんですけどね。早かったです。でも、11時半ぐらいにはもう動画でね、YouTube の方にね、アップロードされて、見させていただいたんですけど、わ、かわいいなーと思ってね。まあ、ヤマダモータスからっていうのもありますしね。すいません、勝手にヤマダモータスからって言ってます。はい。で、この辺を、わー、これすごくかわいいなー。残念なのは、これ、開閉ギミックないのに、ここがガラスじゃないってのはちょっと残念ですね、これね。この辺はトミカの、いつもの悪い癖。悪い癖って言ったらあれですけど。開閉があるならね、ここガラスじゃなくてもいいんですけど、ここちょっとガラスにしてほしいんですよね。ジャパンタクシーもそうだったよね。ジャパンタクシーもリアのこの辺は、この、メタル、亜鉛合金にされてて、ブラックで塗ってあるみたいなね、ここはちょっと私いただけないんですよね。で、ガラスの方がちょっとスモークみかかってて、内装の方がブラックなので、ちょっとね、覗くのにはちょっと、あれですね。なのでね、これ開いたらもう最高でしたね。この暗い中開けて、中を見れたらね、最高でしたね。この辺こうやってスライド止まりできないかな。まあ、ここでもいいよね。なんかこの車は、まあリアハッチが開いてもいいですけど、まあどこ、3箇所、どっかが開いてほしいですね。勝手なね、私の好みですけどね。はい。で、リアを見ますと、この辺がね、細かいですね。鈴木のマークがあって、ここは塗装ですね。この同じ色でね、ダークグレーメタリックで塗装されてますね。鈴木のマークがあって、結構やっぱこれも精度いいんじゃないかな。はーい、いですね。ちょっと私の思うのは、ちょっと鈴木の S の左側にちょこんと黒いポッチがありますけど、これは。残ってますね。で、ここに、ギアって書いてありますね。で、ちょっとね、下の方もね、でもこれすごい綺麗に印刷されてますね。はい。素晴らしい。はい。やっぱ金型が新しいと彫りが深いのかな?すごくいいですね。なんかこの辺とか、ほら、こんなところにもね、ちゃんと彫りがあってね。なんかこの車、本当に可愛い。G-SHOCK だな。車界の G-SHOCK。伝われ。サイドをね、細かく見てまいりました。これホイールはね、このトミカのね、いつものホイールで、ブラックのね、これ全面プラスチックですんだよね。はい。で、なんかいつもここの辺はメッキになってるんですけど、これブラックでね、やっぱ G-SHOCK っぽいでしょ、この辺が。で、ここもダークグレーメタリックなんですね、今回のは。で、ボディはね、イエローというよりはね、これね、ちょっと茶色っぽいイエローですね。はい。イエローってこうでしょ?イエローってこうなんですよね。ほら。
ね、こんな色。まあ、多分これ、見たことあるから、この色なんでしょうね。はい。で、ピラーのところはブラックで塗られていて、窓枠の塗装はないみたいですね。で、この辺の形が面白いですよね。これガラスの成形で作られてて、ここはちょっと A ピラーのところかな、ブラックで塗られてる感じですね。はい。そうす、あ、ごめんなさい。これはガラスじゃなかったですね。ここは、ダイキャストでしたね。ダイキャストで、ここを塗装されてるんですね。で、上がね、またね、これ、綺麗な色で塗装してありますね。ダークグレーメタリックでね。これ結構綺麗な色ですね。実写もそうなんでしょうかね。とてもいいと思います。かわいい。これ気に入ったっすよ。気に入った。これは遊びたいと思う。これかわいいわ。まあ、実写ではそんな欲しいとは思わないですけど、ミニカーだったらね、めっちゃ可愛いっすね、このやつ。これちょっと気に入ったっすね。これ初回特別版のカラー欲しかったね。まあそのうちなんかトミカ博オリジナルとかで出るかな。あんま人気なさそうだから出ないかな。どうでしょうね。なんか出てほしい別カラーで。ジムニーと並べたりね。ね、したいですね。はい。じゃあね、ちょっとね、もう1時間近くなっちゃうのかなと思うんですけど、指定をね、下げてみていきたいと思います。はい、それではね、指定下げてみていきたいと思います。じゃあまずこちらスペースギアから見ようかな。いやーほんといいですね。これほんとかわいい。G-SHOCKだよ、G-SHOCK。わかんないかな。言いたいこと、ボキャブラリーが少なくてごめんなさい。はい、サスペンション機能のみになっちゃってますね。ここが開いたら紙だったらね、これに。まあ、リアハッチでもいいかな。開けたいよね、リアハッチね。こう見てると。開けたくなる形状してるよね、これで。開けたいんじゃ。開けたい。かわいい。ほんとこれはかわいいですね、今回のは。いいっすね。はい。じゃあ次、フェラーリの赤ですね。フェラーリ F40 赤。かっこいいね。ほんともうこれでいいや、F40 は。もう私この2台でいい。他に欲しくない。かっこいいんだもんだって。でね、このリアなんかの造形もめちゃくちゃいいと思われますね。で、開閉ギミックまでありますから。で、エンジンもあるのでね。はい、これトミカので5、6000のありましたっけね、 F40 のね。それなんか買わなくてもこれで十分じゃないでしょうかね。どうなんでしょう。はい、かっこいい。ちょっともうちょっとしたのがいいかな。ちょっともうちょっとしたのがいい。はい、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。はい、はい、こんな感じかな。そうっすね、はい。こんな感じだと、ほら、かっこいいんちゃー。ヘッドライトもね、結構ね、細かくされててね、このフカリムがいいよね、やっぱね。で、タイヤがね、今回ね、この、太くなってるのでね、とてもいいですね。もうちょっと太いのが本当はいいけどね。プレミアムのディアブロぐらいあると最高だったんですけどね。まあ、それでも全然いいっすね。わ、かっこいいな、F40。これ、テスタロッサと並べたくなるわ。ちょっとテスタロッサも買おうかな、トミカのな。はい、これが初回、記念仕様ってやつですね。これの方がかっこよくないですか？ブルーメタリックですよ。コンメタリック、わー。まあ、人に好みによるでしょうけど、私は今回こっちの方が好きですね。なんかまあ、確かにフェラーリって言うとね、赤って感じしますけどね。意外とこれが好きだったりしますね。かっこいいな。かっこいいな。ラジコン欲しくなっちゃった。走らせたくなっちゃった。実車はね、なかなか多分運転する機会ないので、ラジコンでちょっと走らせたいね。うわぁ、かっこいい。今ね、ブラシレスのモーターですからね、今のラジコンはね。もう、私もラジコン好きだった時期あったんですけど、もうね、まあ、充電器取ってあるんですよね。充電器、マルチチャージャーってやつですか、リポも。まあ、最近は2カットとか使わないでしょうけどね。はい、すいません。ちょっとラジコンの話なんか知らないよって怒られそうでしたね。ミニカー好きな方はラジコンも好きだとは思うんですけどね。まあでもそこまでね、あれもこれもって多分できないと思うのでね。まあ、結局私なんでミニカーにしたかって言って、やっぱいろんな車種ね、毎月発売されるっていうのはね、もう魅力的ですよ、これ。もうやらないですよ。いや、安価で買えるじゃないですか。ラジコンって言うとやっぱ1台、まあシャーシだけでね、1万円以上しますしね。で、モーターから、スピードコントローラーとか、受信機とかね、サーボとか買ったらね、もう3万とかあっという間にいっちゃいますからね。はい、失礼しました。余計なこと喋っちゃいました。はい、で、今回のね、これ、
結構お気に入りのフォルクスワーゲンですね。まあヘッドライトのね形状がとてもいいですね。いいですね。これね、あのスケールが、50… あれ何本でしたこれスケール。58分の1でしたね。なのでね、ちょっとね、他の車と並べるとビートルにしては大きいと思うんですけど、まあ、これ単体でね、見る分にはとてもすごくね、満足いく出来栄えですね。800円でこのぐらいのクオリティだったらもう最高だと思います、これ。で、カスタムされたね、あのビートルなんかはホットビールとかグリーンライトにお任せて、ちょっと純正っぽいやつね。まあ、グリーンライトのもね、結構純正っぽいね、ビートルあるんですけどね。まあ、今回ね、ちょっと用意してなかったですし、もうね、お時間ね、もういっぱいいっぱいになっちゃってね、並べたかったんですけど、まあ、そういう時間、ね、まあ、いつかあるでしょう。ビートル、今度グリーンライトかなんかで買った時にね、この富賀さんのとも並べますのでね、こうご期待、いつになるかわかんないけど。で、今、ホットビールのビートルは、確かなんかちょっとカスタム、デフォルメされたのしかないんですよね、漫画チックになって後ろのねエンジンが飛び出てるやつ、あれしか多分今出してないんじゃないかなと思うんですけどね。まあそういうのもね並べればよかったんですけど、今回ねちょっとね買ったもの一気にねこうやって開封してしまったのでね、ちょっとこれはやばいんですよこの時間が、はい、いやほんとかっこいいですね。これコルベットの小型って思ったらちょっとね私最初やっぱりそうなんです。やっぱねこう想像スマホなんかで画像なんかも見たんですね。ロックスさんの実写の方のね、三岡さんのホームページとか、まあ、それ関連のね、動画じゃなくて画像を見てたら、コルベットのどうなんだろうと思ったんですけど、なんかね、ちっちゃいこんなコルベットの感じなんだなと思ったらね、急にね、愛らしくなっちゃいましたね、これ。わからないもんですね。これ通常版もちょっと欲しくなっちゃったな。で、実写を早く見てみたい。このちょっと小ぶりなコルベットっていうのはね、ちょっと魅力的ですね。最初はね、なんかファーストインプレッションではあんまりね、イメージ良くなかったんですけど、いいっすね、これ。ちょっと見てみたいな、実写のこのスケール感とか。これが今回のは、60分の1なんですね。相当でかく映ってますけど、多分ちっちゃいと思うんだよな。この軽自動車が57分の1か。60分の1か。結構好きですね。で、ソフトトップ脱着なので撮った姿もまたねまたいいんだわこれ結構散々文句言ってたんじゃないんですか山田さんはね。やっぱ変わるんですよこうやってね、ミニカーのね立体的なものを目にするとね変わるんですよ気持ちは。だからホットイールもそうでしょ、買ってねブリスター越しに眺めてるのと、いざねブリバリしてね見るとね、やっぱりイメージ変わりますよね。これが、コンパチブル。ロードスターバージョンっていうのかな、コンパチブルですね。はい。かっこいいね。あ、なんだ、ちょっと見くびってたわ。かっこいいわ。すいません、三岡さん。やっぱりね、それなりのね、自動車メーカーだけのことありました。はい。大変失礼しました。はい。ちょっと生意気なこと言ってしまったようで。はい。はい、で、今回はね、この5台、トミカの日に購入したものを紹介させていただきました。はい。こんな感じで。はい、それではですね、皆さん長々とね見てくれたかな見てくれた方ありがとうございます。もしね今寝てる方いたら、おーい起きろ起きろ動画終わったよ、スマホオフにしないとねバッテリー良くないからね起きてくださーはい、それでは次回の動画までバイバイキーン山田も歌す。